浮島丸は大阪商船が1937年に竣工させた貨脚船。太平洋戦争では日本海軍に特設艦船として徴用され、前半は特設巡洋艦、後半は特設砲艦に類別されて海上護衛や紹介任務に従事した。終戦時には特設運送艦席で健在だったが、1945年8月24日に、 朝鮮半島出身者を送還中、嫌いに接触して沈没した。浮島丸と姉妹船の波状丸は、大阪商船の沖縄航路用客船として建造された。当時の大阪商船は、命令航路として、大阪港と那覇港を結ぶ定期旅客便を運航していた。大阪商船の沖縄航路は、従前、宮古丸などの老朽船が多かったが、 船舶改善助成施設などによる1930年代の外交船更新に沿って沖縄にも会社独自の方針で新造船を投入することが決定された。同時期の大陸航路向けの貨客船が黒龍丸のように蒸気タービン機関搭載だったのと異なり波状丸型ではディーゼルエンジンを採用した。客室設備は 従前の沖縄航路線よりも改善された。また、沖縄航路用としての設計上の特色として、沖縄産の農産物輸送が考慮されており、果物や家畜などを積む専用貨物設備を有している。1936年末に浸水し、翌1937年3月に竣工した浮島丸は、姉妹線と共に予定通り、大阪。 沖縄航路に就航した。姉妹船の波状丸は日中戦争の開始後に日本陸軍により病院船として徴用されたが、本船は商船として運航され続けた。1940年1月27日には通常航海の途中、種子島南方の鍋割りで座礁したアメリカ商船、P ソンの遭難信号を受信したため、同船の乗員、 乗客108人と、子犬1頭を救助して、神戸港まで送り届けている。日米関係が悪化する中、1941年9月3日付で、浮島丸は、日本海軍に徴用された。41式15センチメートル単装砲4門と92式7.7ミリメートル機銃2丁を装備するなどの、改装工事を受け、特設巡洋艦として収益した。 五千総トン弱という戦隊規模は日本の特設巡洋艦の中で小柄な部類である。当初は佐世保陳府の佐世保警備戦隊に所属した。太平洋戦争開始後の1942年4月10日、日本海軍は海上護衛を専門に行う特設海上護衛隊を編成する。第一海上護衛隊は連合艦隊及び南西方面艦隊に属し、 内地台湾東南アジア海域の護衛を担当する。編成直後の第一海上護衛隊は、旧式駆逐艦10隻、水雷艇2隻、特設艦船6隻よって編成され、浮島丸は第一海上護衛隊の機関に指定された。4月19日、浮島丸は、クレオ出港。文字、佐世保、マコウシ、高尾港、サイゴンを経由し、 5月10日シンガポールに到着した。第一海上護衛隊司令部はシンガポールに置かれた。担任海域の広さ、航路の長大さに対して第一海上護衛隊の戦力は完全に不足していたが、米潜水艦の活動提唱にも助けられ、損害は許容範囲に抑えられていた。同年8月5日、第二海上護衛隊の特設巡洋艦、の城丸が、 特設運送船席に移り、第2回守るから除かれる。同日筆で、浮島丸は、野代丸の穴埋めとして、第2海上護衛隊へ転出した。第2海上護衛隊の編成は、軽巡夕張、第29駆逐隊、特設艦船2隻というものだった。8月27日に、トラック白地に到着した浮島丸は、 8月30日から9月5日にかけて輸送船、箱崎丸を護衛。その後、日本本土トラック白地ラバウル艦の船団護衛を担当した。1943年3月15日付で、浮島丸は第2海上護衛隊より除かれ、日本本土防空用の特設艦指定部隊である第22船隊に移動した。翌月には特設砲艦へ、 類別変更となり、特設艦指定の防艦として、日本本土東方での洋上紹介に従事した。対戦後半には、対空兵装として96式2 5ト、mm、ル機銃も装備されている。紹介中に、敵潜水艦らしきものに狙われて、爆雷による対戦戦闘を経験することもあった。1945年2月20日には、 特設運送艦へと再度の類別変更を受けている。同年4月9日には輸送任務中に岩手県沖でアメリカ潜水艦に襲われ、護衛の第3号総海艇がパーチーの雷撃で撃沈され、自身もサンフィッシュの雷撃を受けるも被害を免れている。浮島丸は行動可能な状態の数少ない優秀商船として終戦の日を迎えた。 終戦後、浮島丸は日本本土から朝鮮半島との輸送の駅務に当てられた。しかし1945年8月24日、朝鮮への多数の便乗車を乗せ、富山へと向かうところ、出港後に発令された連合軍の命令により行動を中止し舞鶴港に目的地を変更した。 マイズルに入港中に、米軍の不設した嫌いの爆発により、船体中央部が二つに折れて強置にし、数百人の犠牲者を出した。自沈したとする陰謀論が長く主張された。ありがとうございます。